ヨギベラ、ローレンス・ピーター・ベラ、ローレンス・ピーター・ヨギベラ、1925年5月12日から2015年9月22日は、MLB のプロ野球選手、保守。右投げ左だ。引退後は、監督を務めた。アメリカ合衆国、ミズーリ州セントルイス出身。背番号8は、ビル・ディッキーと共にニューヨーク・ヤンキースの永久欠番。 はじめマイナーリーグでプレーした後にニューヨークヤンキースと契約。最初はキャッチャーとしては今一つだったため予義の前にヤンキースの正捕手を務めていたビルディッキーに1年間徹底的に仕込まれた逸話がある。本名はローレンス・ピーター・ベラだが子供の頃に友人の後のニューヨークジャイアンツでプレーが映画で見たインドの蛇使いに歩き方がそっくりだったことから 同じインドのつながりで、ヨギと呼ぶようになったのが、始まりという。彼の発言は独特の言い回しから、ヨギイズムと呼ばれた、下記三章メジャーリーグシュのバッドボールヒッター、悪球打ちと呼ばれていたほどで、日米野球では、金田翔一が投じた頭の上の高さの悪球を、バットを立てて大根ギリで、右翼スタンドへ叩き込んでる。ヨギの現役時代のヤンキースは主力に、 ジョーディ・マジオ、ミッキー・マントルらの協力スラッカー、エースにはホワイト・フォードを用しており、まさに黄金時代であった。自身も高打者として活躍し、ヘリコプタースイングと呼ばれた、独特の打撃スタイルから引退までに打った358、本塁打は当時キャッチャーとして最多の本塁打だった。また余儀は14回ワールドシリーズ出場を果たし、ワールドシリーズ優勝の証である、 チャンピオンリングを10個獲得しているが、これはメジャー史上最多である。アメリカンリーグ MVP も3度受賞した。また主にメジャー定着当初の1947年と1948年、そして現役後半、後輩のエルストン・ハワードにポジションを譲る形で158年から1962年のシーズンを中心に外野手、 主に、リフトとライトとしても260試合の出場経験がある。引退後は、ヤンキースのコーチ、監督のほかニューヨークメッツのコーチ、監督などを歴任。監督として、ヤンキースでは1964年に、メッツでは1973年に、ワールドシリーズ進出を果たした、ズレも敗退。シーズン途中に、ヤンキースのオーナーであるジョージ・スタイン・ブレナーと、 大喧嘩を起こし、監督を退任。もう二度とヤンキースタジアムには来ないと、長らくヤンキースラミを引いたが、ディマジオらの尽力でニスタイン・ブリナーと和解い。にディマジオが没した後、彼が務めていた、ヤンキースタジアムでの始球式をヨギが引き継いだ。のヤンキース、日本開幕戦にも来日し、読売ジャイアンツとのオープン戦での始球式では、金田昭一の球を受けるキャッチャーも務めた。 晩年、アメリカで放映されていた、保険会社、アフラックの広告で、ヨギイズムを披露していた、ゼイギブユーキャッシュ、ウィッチーズ・ジャスト・アズ、グッド・アズ・マネーなど。2、アメリカ野球殿堂入り。背番号8は、殿堂入りを記念して、フルス・ヤンキースの永久決番に同年、先輩であり前に、8をつけていたディッキーと共に指定された。また、二人連盟の永久決断は、 史上初だった。息子のもメジャーリーガー、内野手で、マイナスにわたって、ピッツバーグパイレーツ、1977年対、ヤンキース、1985年対、ヒューストンアストロズ、1987年でプレイし、通算853試合に出場、打率、236、本塁打49を記録。1985年にはヨギが監督を務めていた。 ヤンキースに移籍したが、開幕から16試合で、予義が解任、前日、親子が同一チームにいたのは、わずかな期間のみであった。2015年9月22日、90歳で逝居。聖居時では、ヤンキースの永久欠番選手の中で最も長く、生きた人物だった。現在は、同じチームメイトである、ホワイティフォードが最年長である。 ヨギは奇妙な発言をすることで有名で、それらの言葉、と彼独特の思想は、ヨギスサムズ、ヨギイズムと呼ばれている。一見ことわざのようなウィットに富んだ言葉が多いが、よく考えれば、意味をなさないものや単に同じことを繰り返し述べているだけのものが多い。ユーモアがあるそれらの発言は、野球に興味のない人々にも親しまれている。息子のネールベラが小学校に入り、 エンサイクロペディア、百科事典を買ってよとせがまれたときに、なんだ、そのサイクル、サイクルになんとか言うのは、自転車のニューモデルかと言ったり、文豪のアーネスト・ヘミングウェイを紹介されたときには、いつも読ませていただいています。ところで、オタクは、どの新聞に書いていらっしゃるんでしたっけと言ったとかいう逸話が数多く残っている。漫画本を好み。 移動中の車中でもよくコミック雑誌を読みふけていた。有名な漫画、ヨギベアはベラの名に習って後に名付けられた1958年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。